ばんは。どうもです。というわけで、始まりました。はい、始まりました。普段はこうリスペクトをファナティッククライシスっていう枠でやらせてもらってるんですけども、はい、ありがとうございます。今日はちょっと私のこの、管理人としてこう勝手にちょっと権力を駆使して、ちょっとゲストを、あ、ジュリさんいらっしゃい、こんばんは。こんばんは。わからへんわからへん。わからへんわからへん。テンションがわからへん。いやなんかいつも誰もいないんでここ。あーなるほど、おらんほうがいいじゃん。いやちょ待て待て帰ってこい、帰ってこい、画面からほんまに消えてもらってるから。やめてやめて、別にコントしに来たわけじゃないですよ。すいません、いつもノリで、ね、歌いに来てるわけですから、ね。というわけで今回はゲストにタナチューをお迎えしてお送りします。タナチューでーす。はじめまして、はじめまして、はじめまして。バブバブー、ありがとうありがとう。忙しいな。はい、というわけでですね、はい、まあ、歌うまでもうちょっとあと5分ぐらいちょっと待ちましょうかね。ですね。いつも10時からやってるんで、我々、我々っていうか、私は。ね、ちょっと待ってね、水もね。はい。飲んだらええわ。いや、もうね、いつになく。多分今日俺。すごい飲んだらええわ。なくなるんじゃない。なくなるんじゃん。いつもより水のペースが早くて、ね。入りも1時間早いからね。そうですね、普段ならここでやっと開けるぐらいの距離なんですけど。しかも喉がね、さっきポテト食ったせいもあって、乾く乾く。今日のポテト辛かった。辛かったね、もう人生のような。うん、辛い辛い辛いよ。せちがらい世の中でございますからね。涙の味がするよ。ちょちょ切れるわ、ほんまに。こんなに喋れへんねん、みたいなこの枠で。すごい、前回前々回のねやつはもう YouTube に載ってるんですけど、それをまあふわっと冒頭だけでも見てもらったら分かると思うんですけど、もっと俺ローやから声が。はい、どうもこんばんは、私です。ぐらいのかぶってるわけですね。そうですね、ガッもうこうかぶってるわけや。こうキャラを変えて、そう、公式を出してるわけですね。そう公式を出してるわけです。そうですよね。今ちょっと森千代さん、あ、そう今森千代になってる。森千代さんが出てるから。人格がこう忙しい。はい、はい、ってな感じで今日はゲストをね呼びたくなっちゃった。どうもヤマピー久しぶり。ヤマピー、トラック乗りながらきっと見てるから。あ、マジで安全運転でね、気をつけてくださいね。そうですよ。というわけでですね、流し聞きですよ。はい、今日は多分見えてないですけど、ちゃんとバスクリーンもいてますからね。はい、バスクリーン、彼女には説明をしております。はい、OK しました。あ、なるほどね。バスクリーン師匠、バスクリーン師匠言うて、はい、師匠です。バスクリーン師匠は今日見れるのかな。いや、今日はその曲やらない。やらない、ね、今富山にいてはるとね。富山ですね。富山といえば何も知らないですけどね。富士急だよ。あ、え、富士急って、え、富山ちゃうわ。富山ちゃうわ。富山ちゃうわ。富士の風しかあったもん。え、富山ちゃうな。富山じゃないですよ。富士急はもっと関東の方ですよ。ん、関東の方ですよ。そうだね。山梨静岡。静岡か分からへんぐらい。富山ってどこ。富山は新潟のこう下ぐらいにあって、長野の隣。あ、そのぐらいですよね。石川の下。そうですよね。あれ、タラジル。タラジル。山梨。山梨？富士急が。あ、富士急山梨。え、山梨？僕らの大阪の人なんで、でも USJ の場所しか分からへんねん。ごめんなさいね。富士急行ったけど覚えてないや。行ったんかい。去年行ってる。マジで。去年行ったけど、全然静岡じゃなかったかな。静岡で降りた気がするんだけどね。静岡から車でピヤーって行った気するね。ピヤーって行った。ピヤーで。ピヤ。今お出し惜しみしておった。このノリが久しぶりで、ね、そうキャラをね忘れてはいけない。忘れてはいけないですよね。私といるときはそう。残念な夢、すいません。皆さん、いや違うんですよ、もうね久しぶりに一緒にやるんで、ね、ものすごいこう、まあ、多分人生で一番緊張してるなんでぐらいの、まあ、今の嘘ですけどね。そうですよね。エプリルフールなんで。そうですよね。はい、それなりに緊張してますねっていう感じでね。そうですね。いやでも今日はちょっと申し訳ないんですけど、いつもやってるファナティッククライシスの曲はもうほとんどちょっと今日はやらないんですけども、知らない曲ばっかり、僕らの趣味の曲をやったり、僕らちょっとカムクローサーっていうね別ユニットを一緒にやってた、今、まあ、やってる体になってるんですけど、やってるでしょう。やってるであるユニットの2人なんですけど、まあそのユニットの曲を今日久しぶりに ね2人だけでやってみたいという感じを予定しております。約1時間ぐらいですかね。はい、ですね。はい、まあそのカムクローサーとは何ぞやっていうのが
ですね、うん、まあ、そもそもまあ、もう何回もねしてる話なんであれなんですけど、ここではね、うん、もうかれこれ10年もう12年か、もうそんなになるか、おお、はい、えと一回りしてもた12年前ですね、ちょっと僕とここに今日いてないんですけど、その不明さんっていうねギターの人がいてるんですけど、その人とバンドを組んで、じゃあボーカル探そうぜっつって、こうインターネットの掲示板でね、今掲示板なんて今使わないですよ ね、 なんでですか、BSS じゃないわ、BBC じゃない、なんて言うんだっけあれ掲示板のこと、BCC 違う、それはなんかメールのやつですよね、BBS 時代だね、でそこでこう、ね、声かけていただいて、うんうん、じゃあやりましょうかってなって、まあ、タナチはご存知だと思うんですけど、当時の僕はね頑固で意固地でめんどくさくてわがままで、ちょっとちゃうわってペッって2ヶ月ぐらいで、しかもライブも決まってるのにボーカルを変えるという、あったね、暴挙がありまして、あったあった、その説は申し訳ございませんでした。いやいや、こちらこそお互い取りましたね、もうね、そうですね、痛い痛いツンツンでもねなんかこう当時は馬が合わない感じがあったような、なかったような、ね、時代の流れにこう時代に揉まれて、お互いにこうトゲをそげ落として、そうですね、何て言うんですか、もうあるなりましたよ、お漬物みたいな感じでね、お漬物ちゃうなちゃうなまあいいや、とにかく取れてきたわけですよ丸くね。でその後ですね、その不明さんという人とタナチューがまた一緒にやり始めて、で僕は別でバンドやってて、まあ、それがちょっと一緒に顔を合わせていろいろ活動をね並行しながら、うん、ある時こう3人にこう戻ってきたと、 それがもう3、4年ぐらい前です、ね、そうですね、でそこからこう3人で、まあ、なんならこうニコ生という形態でこういう風にやり始めたきっかけが、そのカムクローさん3人でやるっていう、ね、なのでそのあれ何年ぐらいやったっけ、2年ぐらいかな、うん、それぐらいしてたかな、なんかほぼ毎週ね、なんか夜、うん、やってた、迎えに行ってマック行ってマック食いながら始めて、で3人でこうじゃあやりましょうかあえていろんなカバーやって、ありがたいことにねワンマンライブも2回ほどやらせてもらって、ね、YouTube に載ってるんでね、この辺にポーンとリンクを出せればいいんですけど、ね、残念どうやるんだろうっていうパソコンないしねでまあちょっとカムクロの活動も一旦ちょっとストップになり、でまたそっから俺が一人でやり始めたんですけど、うんうん、でまあカムクロも今年に入ってちょっと2作ほどね動画をアップしてるんですけど、うん、ちょっとそこからまたこうなってしまいましてでちょっとまあニコ生やってて、なんかこう刺激というか、そろそろタナチューと歌いたいなっていうのがきっかけで、今回ちょっとお声をかけさせていただきました。ありがとうございます。ということで今週は、この2人で1時間お送りしますので、じゃあ行きますか、行きますか早速、まあ懐かしい曲から最新の曲までいろいろとやっていきたいと思います、うんうん、最後までよろしくお願いいたします。こんなに喋んない、なんかもう前回の1回分のトークを今した気がするわ。そんな喋らんねや、すげえ、ごめん。なんかねめっちゃ喋らせてしまった。歌って、うん、コメントをかけながらこう返事ぐらいやって、じゃあ次曲いきますという感じ、結構そうなんゆるいまったりした感じでやってるんで、すいません、ちょっといつも乗り出しちゃって、逆に次回からどうしようっていう戻そう頑張りますじゃあ、はい、行きましょうか。そうですね、と1曲目はですね、まあ、入り口ということもありまして、まあ、みんな知ってるだろうという曲をやります、うん、我々もね何度もそうですね、その動画もね上げさせていただいておりますので、はい、マイリトルラバーのハローアゲインをちょっとやりたいなと思います、はい、では、はい、君と待ち続け
知るために僕は生きてるわけじゃないだけど新しい扉を開け海に出れば下向いて引きながら目だけこっち向いた早いよ早いよって思いながら私早いよって思いながらもう、ね、止められませんね。これがあの本番の魔力というか、はい、そうです ね、さっき練習では久しぶり安定だねって2人でこうそうですね安定だ ね、ありがとうございま す。というわけで1曲目はマイクロバファローアゲインでしたじゃあちょっとあの急に最近の曲やりますけども、そうですね、あの YouTube にですねカムクロとしてちょっと動画を上げさせてもらったあの柳凪さんの、はい、ヒアンドゼア、ヒアンドゼア、ね、あのあれは冬か冬じゃない去年か去年のアニメか昨日の旅、昨日の旅ザ・ビューティフルワールド、うん、あれのオープニングをねちょっとやろうかと思います。はい、はい、じゃあ行きます。はい、
違ってですね。そうですね。まあ見てる人もちょっとあれですね、対応に困るかもしれないですけど。そうですよね。すいませんね。いやでもいいですね。やっぱりこうね、あれですよ。今週もこう、今週はちょっとね、そのタナチューがいてるんで、ありがとうございます。個人名出して大丈夫かな。誰や。職場の先輩ですね。ああ、なるほどなるほど。うまいでしょう。まいんですここ。怖い怖いこの言う。喋ってたら時間そうです終わってまうよね。あとね、35分ぐらいしかないね。そうですね。はい。まあね。じゃあ次はオリジナル曲をやりたいと思います。はい、この曲も。はい、いつまでもそばにという曲やるんですけど、これもかれこれもそのね結成当時にできた曲なんで、ね、12年ほど月日が経って作詞作曲あ私なんですけど、そうです、ね、こう時を経てねえ青春時代のこの歌詞だなっていう感じがしますよ ね、夢と希望に満ち溢れてるよ ねキャッてなりますよね。いやもうこの曲はもうずっと言ってますけど、クラナドっていうねゲームをモチーフというか、はい、あれをイメージして書いたので、うん、桜がね困ってる中で、今の季節ですよ。そうそうそう、渚ちゃんがこうねもう坂の前でアンパンって言ってる あのシーンをキュッてやったらパンって言うて、うん、見てる智也の気持ちをこう、あそうですねっていう、分からへん人、分からへん人、ここはもうチョキチョキしてます、ね、すいません、ちょ、まあ、そういうラブソングですよってことで、はい、まあ久しぶりなんで、ねはい、ちょっと心を込めて歌いたいと思います。チューニングしていい？いいよ。喋ってる時にしてて。じゃあ僕あれなんですよ、一緒に、ね、一緒のことできないんですよ。あ、そうそうそう、シングルタスクなんで。マルチじゃない。不器用だな。そうそう、私本当に二個のことできないんで。なるほど。じゃあ行きたいと思います。はい。聞いてください。お願いします。人も夢もこの世界も
色をまた変えてゆく君と昼はずが幸せであってほしい。いつまでもいつまでも君と、見失ってさ、うん、あの歌詞見失ったからコード見失ってほんで、あのあってなってこう B メロのであれどこやったっけってぐちゃぐちゃぐちゃってなって大丈夫、あのリハ取ってやるからそれを、うん、そうですね、あの多分本番の音とリハの音をこうこうねあれ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 ね、市民キャラメルさん、うん、こんばんは、やっと、やっと入れたということで、また回線が混んでるんですかね。なるほど、ね、映ってる映ってる、いや冗談、キアナキアナキアナ映ってるキアナ映ってるよっしゃめんどくさいグダグダもいいフォローもありがとうございます、ね、あまあ生放送の醍醐味ということでね、そう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 、普段一人やとこんなにグダグダにならないもうなんか今の曲もね、もう長く歌い続けてるんで、ね、そうですね、こうなんていうかこう思い出というか、うんうん、いろいろね、いわゆるこう思い出のメモリーですよねおねえか言われますよおねえか二人の歌最高、ありがとうございます。もうその言葉聞けたら今日は満足だ、よし帰ろう帰ろう、お疲れなんでだよ今日の放送も YouTube にアップします、追加もちろんごめんなさい、折れた折れたそんなわけあるかいあんたほどそんな頑丈な人おれへん、そんなことないでしょ、 YouTube アップします、アップしますよ、もう毛穴全開で、あ、間違えた、バスクリーン衣装が、バスクリーン衣装があの今日もちゃんとあるよ、編集持ってるよ、イエーイ、はい、というわけで次ですよ、はい、次問題の問題の問題の曲ですね、問題の曲ですよ、これは結構私もちょっと、はい、気合を入れて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 やりますよ。そうですね、先日最終回を迎えました魔法使いの夢というアニメのね、原作もあるんですけど、コミックもねあるんですけど、はい、そちらの一期のオープニングの純奈さんが歌う Here を、Here Here満を持して、満を持してね、ちょっとやりたいやりたいって、ね、そうそうそう結構しんどいからね、果たしてできるのかっていうところ で頑張ってちょっと練習してきたので、これ外すわけにいかないからね、頑張りましょう、頑張りましょう私の声が持つ、でははい、じゃあ行きましょうか、はい、はい、歌がね、ありがとうございます、お見てるかわいい、イエーイ、タムチューかわいい、久しぶりに出たな歌え、じゃはい、すいません、じゃあではヒア聴いてください、いきます、たった一つ、たった一つの、たった一人、たった一人の、私はここ。
界を生き抜くのならばどんな花を飾ればいいの。信じたいくせに信じられずに無力で無意味な自分がそれでも心で泣くんだ。こっちへおいでよ声が聞こえる。無念で無謀な明日がそれでもどこかで待つから。たった一人たった一人のたった一人たった一人の私はここ半分しか許したくない。半分しか分かり合えない。この世界を戦い抜くならどんな歌を歌えばいいの。見つけたいなら光をそれでももう一度探した。たった一つたった一つのたった一人たった一人の私はここ嬉しいですね。ありがとうございます。あまあ、あのボリュームに気をつけてください、ね。そうですね。耳ビーンってなるかもしれない。近所迷惑。難しい歌。そうなんですよ。この曲難しいんですよね。ギターがやばい。ギターやばいですね。いや、この曲とちったらどうしようかもだけど。いや、なんとかなったね。さすが。よかった。ここのためにこう、そうですよ。最初に土地で収めしてね。そうそうそう。ね、あの土地で収めして、ここでやっとね。そうですね。ちょっと何か所か危なかったんですけど。いや、でもまた機会があればぜひね、やりたいと思いますので。じゃあ次はですね、はい、ちょっと懐かしい曲にまた行くんですが、うんうん、スピッツのね、楓をやるんですけど、はい、まあ、これはあのカムクロ定番曲でね、もうずっと3人でやってた時のニコ生で。エンディングね、必ずエンディングでやってたんですけど大丈夫ちょっとミスが大丈夫ですよ。で普段というか今まではその不明さんっていうねギターの人がずっとこうやってくれたんですけど今日は僕がギターを弾くということでなんというかこう今日は
ね、2人でやってるんでちょっと違和感も多少あるんですけど、そうですね、まあ、いい意味でこう彼からの巣立ちというか酒が進むのを酒は飲んでも飲まれるのよ誰だ誰だよ昔飲まれたものから言っとくけど、ああ、まあまあでもヤマピーの方がね経験豊富かなじゃあ行きましょうか、やばい時間がないじゃあいつも会で聞いてください、はい、んセブすぎてもだこっちだよ切り直します。生放送いつもこんなんやから、あ、ありあり、まあ、カムグルもこんなんやったもんね、うん、変わってないな。読み合う名前がこだわしい
変。うん、なんか普段はもう何もないで歌ってるからさ、歌にこういけんねんけどギター持ちながらは難しいな、やっぱりね、ね、こういう曲は。ねえ、最後なんかペースが分かんなくて、あ、やばいやばいと思って。どうしますか、行きますか、これ行きましょうか、ちょっと時間余ったんで。そうですね、あ、いけるいける、うん、ちょっと余裕できたんで、ね、はい、じゃあちょっともう一曲オリジナルをやりたいと思います。ちょっともうこの曲は半分思いつきで急遽決まったんですけど、うん、まあせっかく春真っ盛りということでちょっと春らしい曲を、うん、まあ、この曲もこのカムクロ時代にもう12年前かに作った曲なんですけど、まあ、割とこう新生活というか、卒業からのこうね、4月になって新しい道にこう進んでいくこう決意というか、ね、そういう思いを込めた歌をね、ちょっと作りたいなと思って作ったのがこれだよっていう、ね、この時はなんていうか、もう本当に何でしょうね、夢と希望に、さっきも言ったけど、めちゃ溢れてるよね、なんか。そうですね、青春すごいよね、青春、青春感がすごい、ね、青春が来てるよ、来てるよね、もうそれがもう年を取ってくると ね、 ね、 こうね、ちょっと辛い曲しかないね、そんなもんですよね。思い返そう、思い返していこう。まあ、こういう気持ちをね、忘れずに生きていきたいね、はい、ということで、じゃあ行きたいと思います。春風という曲を聴いてください。You know
私の夢歌を伝えていきたい。 Be my love, be my life 歩き始めよう。胸に咲いた笑顔の花春風に踊られて。 Be my love, be my sky 夢の影気持ちを持って今来た今来たいらっしゃいませ。ああいらっしゃいませ。あのまあ後で YouTube にまた載せるんで、はい、追っかけはそっちで今日の僕の盛大なミスがいっぱい悲しいや個人的に心残りは楓の最後がちょっとミスった声がーってなってなあね。確かにタナチュに助けてもらったからなすごいありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、はい、次の曲でラストになるんですが、ふめいさん、お、ふめいさん、あ、やっぱふめいさん本当はここにいてくれた方がいい。 こっちかこっちか。また一緒にやりましょうね。あの後でタイムシフトでまたあのヒアやったんでちょっと後で見てこんな感じっていうのでお二人さん定期的にお願いします。マジか。そうですか。あのちょっと私からももしねこう環境が良ければまた月1くらいで来てもらおうかなと思って。あ、行く行く、全然来る来る。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最後にですね、はい、梅さんも梅さんも試し試されてるよじゃああのちょっと職権乱用でいろんな曲やってしまったんですけど、最後はあのファンティッククライシスの、はい、いつもの、ね、ライブでちょっと締めたいと思いますので、いけるかな。はい、最近5歳忙しくての。おう、そうか、毎回でもいいのよ。毎回だとね、あのこのコミの趣旨が分かんないそうですね、コミを変えてやればいい。そうですね、そうなるとね。はい、というわけで最後はこの曲で締めたいと思います、はい、では眼鏡外しとこえな。僕らはいつもの未来を、流れる空風に揺れて見ないふりをした。あの日のあなたの横顔がずっと今も忘れられない。そのままに、例えば人生にもし勝ち負けがあり優劣があるなら、君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢があってても残るものはあるさ。たまには難しいことは忘ればかやろうぜ。愛するものを見つけるたびに、嫌な自分を見つけてしまう。そんなものかもね。全てを知ることはできなくても、全て捨てることはないさ。君のままに If life is overThank you.
例えば人生に欲しい勝ち負けがあり優劣があるなら君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢が果てても花は咲くだろうさ。悲しい顔はやめてね。それぞれの道を選び僕らは強く時に壊れそうで君の声を求める。僕はいつも君を見ている。いつか別れが来て空になっても忘れはしないだろう。君の全て君の声話し方ざむ君をあるがままに君であればいいぜ。それぞれの未来へ果てしない未来へ続け。はい、ありがとうございました。タクさんいらっしゃいました。タクさんが今は何でもいいですね。来ないなと思ってどうも終わりで終わりでスタジオの時間が終わりで早いやっぱ早いですね。1時間あっちゅう間に終わってしまいましたね。足りないわ。足りない。足りないですか。足りひんな。あれライフそうなんですよ。まだ終わらないでというお声がありがとうございます。ちょっとそしたら最後いつそばリベンジしていいですかちょっとだけイメージしていいですか。うん、いいよ。不完全燃焼やったからね。そうなんですよ。たなちはありがとうやって。ありがとうございます。え、一枠って言われてる。いつもこの枠じゃん。すいません、ちょっともう一曲だけ最後、どうしようかな。ただね、時間がそんなに。そう。もうやめておこうよ。次回ね、楽しみにしときましょうか。だから二度とけえへんみたいな感じに。そんなことないよ。まだ来てくださいよ。次来てくる、次来てくる。というわけで、ちょっと、個人的には歌ってほしい曲もいくつかありますんで、はい、またタナチューゲストワークも今後お楽しみにしていただけるとありがたいです。していただけると、タナチューも愛してください。そうですね。でもゆくゆくは、ちょっとまた生のライブの方も、そうですね。よくやっていきたいなと。やっていきたいですね。ね、久しぶりにこうやってやっぱりいいなという、うんうん、やめないやめないよやめないよ。別に今日彼女引退するわけじゃないですので全然マイク置かないよ。マイク置かないも全然マイク使ってないけどさっきそうだね、心のマイクで歌ってますけどもおお来週もね。あ、そっち来週来週来週じゃあトシキがなくなるから。そうそうそう、枠の意味がちょっと変わってくるんで ね、曲のあれもね、そうですね、そんな1週間で無理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 ちょっとまだ1ヶ月後ね、しっかり、ね、歌いちょっと私もしっかりと、ちょっとこの後ね、帰りの道中2人で打ち合わせをね、密、ね、にやって、またまた登場させていただきます。はい、また遊びに来てください。そうですね、させていただいてありがとうございます。皆さん来ていただいてありがとうございました、はい、ではまた来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。バイバイ。自分で切りに行くタイプなんですよね。両方やればいいんじゃないだって。忙しくなっちゃうよ。こういうことがあるんですよね。これをYouTube ではこう。たった一つ、たった一つの。ここが敵なんだよ。たー、一応長かった。よーし。チューニングだけ。めっちゃ緊張する。まだ本番ちゃうし。やばい。まだ本番ちゃうし。そうやな、分かってんねんけどな。分かってんねんけど、なんか うまいギターをずっと聴いてきてるじゃないですか。ちゃんと。耳が。私のギターで気持ちよく歌えるのか。大丈夫です。大丈夫、自信を持ってください。はい、もうガラス細工の歯と思って。ガラスですら。ガラス細工なんや。ガラスですらね。よーもう、ポロ割れるね。もろいもろい。やってみようか。はい。よし。お願いします。行きます。
僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける君の声が今も胸に響くよそれは愛がさまようか失礼いたしました。お願いします。果てまで君の遠くなるような旅をしよう。ここには僕がいて、そこに君がいる。それだけで明日に変わるから。チャ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 景色をまた変えてゆく。君と生きる明日が幸せであってほしい。いつまでもいつまでも君と。例えばもじゃだから2個目はいけんねん、この後やから。例えば人生の失敗、例えばずーっと一緒やからね。そうずっと一緒やねんけど、そのずっと一緒の1個目ができんから。例えば俺のヒアと一緒や。もう一回サビだけでもいいからやって。1番のサビやる。ずっと今も忘れられない、そのままに。例えば人生にもし勝ち負けがあり、優劣があるなら、君と肩を並べて皆に綱を吐いてやろう。いつか遠い街で夢が果てても残るものはあるさ。1番のサビ終わり の、うん、あのピアノのテテ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 テ、あれを拾ってんけど音頑張って、うんうん、それをあのピアノとあれ多分ベースでやってんねんけど、うん、両方音拾ってやりやすい方を選んでんけど、うん、どっちも割りむずくて。でも省くことにはしてんねん、うんうん。みたいな感じね。あとはイントロだよ。はい。たった一つのあれ、なんであんな動きなんのかな。気持ち悪いわ。多分ちょっと一回やってみて、うん、気持ち悪かったら、うん、ちょっとパターンを考えよう。はい、じゃあいきますか、うん。
たった一つ。あ、釣られる、やっぱ釣られる。もっと低いね。たった一つ、たった一つ、たった一つのって意味わからん動き。うい、気持ち悪い。気持ち悪いね、全然。ワン、ツー、スリー。たった一つ、たった一つの、たった一人、たった一人の、私はここ。無限で無謀な明日が、そなたもどこかで待つか。たった一つ、たった一つの、たった一人、たった一人の。引っ張られるのをこうなんていうの、サビにこう、うん、サビの歌にこう引っ張られていっちゃうから、こう負けないようにこういく感じがね、うん、このせめぎ合いがいいですね、うんうん、いいですね、気持ちよく歌って気持ちよくね、これ本番でとちったらえらいことや、この曲はなかなかしんどいからね、でしょうね、結構ずっと力入れるから、うん、まあこの曲はもういいでしょう、うんほんなら、まだまだ、あ、こっからだ、日々振り返るとなんだか自然と寂しさが非常にいい曲です。うん